です。おぎのぎました。なんとですね、ワールドカップ日本戦参戦とも見れることがありまして、今回沖縄に来たんですけども、せっかくやから試合のレポートとで、こっちでねイベントも僕参加することがあったんですよ。なんでこうバスケもするんで、バスケもしながらちょっとワールドカップ見てるレポートとかもね、動画にできたらなということで今回回してます。ワールドカップ予選の、ドイツ、フィンランド、オーストラリア戦、すごいね、僕楽しみにしてるんで、とりあえず今日最初、初戦ドイツなんで早速見に行ってきましょう。来い。はい、ということで、会場着いたんですけども、なんと席が一番前です。めちゃくちゃ楽しみ、シンプルに。で、この第1戦目なんですけども、知らない方のために簡単に説明すると、ドイツの注目選手が昨シーズンですね、八村選手と一緒にプレーしてたレイカーズのポイントガードのシュルーダ選手、こいつがやばい、こいつがやばい、もうドイツ全体的にやばいんですけど、特にこの選手がもうスピードもやばいしテクニックも半端ない。んで、レイカーズですごいディフェンスをね重視してやってたプレイヤーで、ディフェンスめちゃくちゃうまいんですよ。だからガード陣がどんだけシュルーダー選手突破できるかを楽しみです。試合も許可出たんかな、許可出たんやんな、使っていい、すごいですよこれ、すごいでしょ。許可が取れたんで、ちょっとだけねハイライトをお送りして、その後ご飯屋さんで振り返りしましょう。えぐない近さ、もう動画とか関係なし、めちゃくちゃ嬉しいんやけど。ということで、お疲れ様でした。日本対ドイツ戦負けちゃったんですけども、フォーカスとしては、ドイツ日本対策しっかりしてましたね。はい、スリーポイントちょっと当たったら日本勝てんじゃねって思ったんですけど、富永君に対してのマークも、素晴らしかったですし、しっかり対策されたなっていう試合でしたね。けどその中でも日本のその今回プレーで言ったら、特にこう馬場選手のダンクも僕素晴らしかったなと思って、ちょっとスリーポイント足りなかったなっていう印象でした。惜しかったですね。これはもう次の試合に、生かしてほしいなと思うんですけども、次の試合がフィンランドですか。フィンランドエグいんですよ。今回のドイツ戦も、シュルーダ選手、NBA 選手いて、超安定感のあるポイントガードで得点もねだいぶ重ねていい選手だったんですけども、フィンランドにもいます、とんでもないバケモンいます、マルカネン選手。この選手がエグいんですよ。213センチで、昨シーズンはジャズかな、ドライブできるスリーポイントを打てるっていうとんでもないバケモンがいるんですけども、スリーポイントが 45% 以上、3本に1本ぐらいは決めれたらな、入ったらもしかしたら勝てるかもっていう試合になると思うんですけども、スリーポイント上手い選手がフェイスガードされたんで、そこを次の試合でどうやってクリアしていくか課題になるかなと、はい、思います。ということで本日は以上です。めちゃめちゃ面白い試合でした。ありがとうございました。はい、ということでデイ2フィンランド戦ですね。前回やっぱドイツで多分うまいこと、日本の良さっていうのを出せてなかったんで、今回はしっかり出して、フィンランドもすごい格上のチームだと思うんですけども、倒していただきたいです。で、これに勝つと、ワールドカップ17年ぶりですよね、勝利、もう歴史的瞬間なんで、ぜひこの歴史的瞬間見れたらなと思って、全力で応援していきます。勝ってほしいですね。勝ってほしい。来るよ。
なのに勝つんや。えぐい。最高だ。日本代表に乾杯。すごすぎる。すごすぎる。これツイートしちゃったもん。もうね、あのすごい通り越して恐怖。ああ、けど僕もほんまにツイートしました。怖いもん。あの試合が地上に流れてることが嬉しい。嬉しい。もうね、世界震えてるよ。日本と戦うのが怖いってなる。だって僕らね、あの一番前の席で楽しみだったから、あの後半の河村君の主人公が来ました。もうね、目こんなやつ。そう。もうこれ怖くなる。もうずっとこうやってたもん。もう指どの指か分かんないけど、ずっとこうやってたもん。それからビデオに主人公がいたわ。あ、そうそうそう。だからまあ、マサルから始まってさ、いいですね。スリーもバスカンで決めた。あ、決まった。まあ、観客含め選手含め今最高の状態でオーストラリア戦に来るって考えると、いやこれありそうです。ある。マジで楽しい。マジで。次は右側だと行く。しっかり応援しましょう。全力のもんね。もうデスタッシュする。デスタッシュ。ありがとうございます。わざわざ。いや、お疲れ様です。お疲れ様でしょう。いやいや、次も頑張りましょう。お疲れ様。勝利を祈願いたしました。ありがとうございます。はい、ということで最終戦です。前回フィンランド撃破です。本当にこれもう歴史的瞬間をあの超近い席に入れたんですけども、今回フィンランドより格上のオーストラリア、これ最終戦でございます。これに勝てばワールドカップの予選は通過決定。これすごいことですよ。ぜひね、頑張っていただきたい。今の日本のこの流れ、観客見てる人たちのもう熱量を見てるとあるんじゃないかな。爆発していただきたい。楽しみにしてます。じゃあ見に行きましょう。はい、お疲れ様でした。第3戦目、日本 VS オーストラリア、負けちゃって、これで日本はグループリーグ敗退になったんですけども、あのオーストラリア自体前回のオリンピックで3位ですからね。3位のチーム相手にあそこまでできたのはすごいかなっていう。特に僕が付き合った選手がギディ選手、3番の選手ですね。あの選手が、今もうまだ20歳とか22歳とかやな、20歳かまだ20歳の選手で、あのプレーをするっていう。でガードしながら日本のセンターのプレイヤーの上からシュート決めてくるっていう。あれはもうどうやって止めたらいいか分かんないですね。あとはあのミルズ、このまたポイントガードなんですけど、この選手もね、安定感が素晴らしい。ほぼミスなしでこの日本戦戦ったっていうの で、まあ、オーストラリア自体のチーム状況、チームプレー、バスケがすごい良かったなっていう印象でしたね。はい、まあ、これはちょっと切り替えてね、この後の順位決定リーグがあるんで、この順位決定リーグで次のパリ五輪が出れるか出れないか、アジア代表で出れるか出れないか決まるので、皆さんそちらの方もね応援していただけたらなと思います。僕はこれでね、沖縄来て1週間、3戦見ましたけども、これで大阪帰ることになるんで、次の試合はね、あの生では見れないんですけども、放送で見れたらなと思うんで、皆さん引き続き、日本のバスケ応援していただけたらなと思います。今回のね、総括としては本当にもう日本のバスケすごいぞっていうのを知らしめたこのダーワールドカップの予選やったんじゃないかなと、個人的に思うので、これで興味持った人も多分めちゃくちゃおると思うので、あの新しいバスケ業界みんなで盛り上げていけたらなと思うので、よろしくお願いします。僕もねできることは、全部やっていこうと思うので、引き続き皆さんで応援していただけたらなと思います。ということでありがとうございました。バイビー。